三鷹車両センターは東京都三鷹市上連着にある東日本旅客鉄道八王子支社の車両基地である中央本線三鷹駅の西側に位置する駅から車両センターまでの線路沿い南側の三鷹市道は電車小通りと名付けられているまた構内には車庫と中央本線を南北にまたぐ歩道橋があり電車ウォッチングの場としても知られるこの歩道橋は コレールを使用して作られ、三鷹に住んでいた、太宰治も好んで通ったという。また、英団地下鉄東西線が中野駅まで延伸し、その後深川車両基地が整備されるまでは、英団の飯田橋建区三鷹出張所が設けられていた。なお、組織変更により2003年12月に配置車両が、全車あたりセンターに転入した奈良市の電車区は、奈良市の運区を参照のこと。 三鷹車両センター周辺の空中写真国土、交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成三鷹車両センター所属略号、八密、八王子実社を意味する、八と三鷹を意味する、3つから構成される。研修設備 E231K0 番台、E231K500 番台。 e 2 3 1一8 0 0番台2021年4月1日、現在の配置車両は以下の通りである。通勤系車両、近郊系車両、急行系車両、パノラマエクスプレスアルプス169系、三鷹回路事業用車両営団地下鉄東西線が開業した当初、深川車両基地は未完成で、この時期は、飯田橋から球団下間の地下に設置した側線を、 飯田橋検索として使用していた。東西線の中の延伸に伴い車両基地が不足することから、同線の毎日検査及び、新造車両の受け取り検査のため、1966年1月15日付で、三鷹電車区内に、飯田橋検索三鷹出張所を設置した。製造メーカーで新造した車両は、公衆車両輸送により、三鷹電車区に搬入した。受け取り検査後は、 中央線三鷹日野間で完成し運転を実施し、その一部は、武蔵小金遺伝区と与田派室に留置した。その後、深川県尺の発足に伴い、1967年9月13日付で、飯田橋県尺は廃止した。ありがとうございます。